続いて、メッセージの時に移ります。本日の聖書箇所は、交互役新約聖書150ページ、ヨハネによる福音書第7章53節から第8章11節です。この箇所から、杉崎和美兄弟により、立法を指で書くお方と題しまして、メッセージを取り継いでいただきます。 新約聖書150ページ。ヨハネによる福音書第7章53節から第8章11節です。それでは司会者が代表してお読みいたします。そして人々はおのおのの家に帰っていった。イエスはオリブ山に行かれた。 朝早く、また宮に入られると、人々が皆、身元に集まってきたので、イエスは座って彼らを教えておられた。すると、立法学者たちやパリサイ人たちが、会員をしている時に捕まえられた女を引っ張ってきて、中に立たせた上、イエスに言った。先生、この女は、会員の場で捕まえられました。モンセは立法の中で、 こういう女を石で撃ち殺せと命じましたがあなたはどう思いますか彼らがそう言ったのはイエスを試して訴える口実を得るためであったしかしイエスは身をかがめて指で地面に何か書いておられた彼らが問い続けるのでイエスは身を起こして彼らに言われたあなた方の中で罪のないものがまず この女に石を投げつけるがよい。そしてまた身をかがめて地面に物を書き続けられた。これを聞くと彼らは年寄りから始めて一人一人出て行き、ついにイエスだけになり、女は中にいたまま残された。そこでイエスは身を起こして女に言われた。女よ、みんなはどこにいるか。 あなたを罰する者はなかったのか女は言った。主よ、誰もございません。イエスは言われた。私もあなたを罰しない。お帰りなさい。今後はもう罪を犯さないように。一言、お祈りさせていただきます。愛する天の父様、あなたの尊い皆を賛美いたします。 主が今この場に臨在してくださっていて、私たち一人一人に語りかけ、また御霊によって導いてくださることを心から信じてありがとうございます。語るもの、聞くもの一つとなって主を賛美し、主の御言葉に聞き、そしてあなたを見上げ、深い交わりの中に入れていただけることを心から信じてありがとうございます。 尊き私たちのの救い主イエス様皆さんこんばんはある時にですね私ディボーションのセミナーに出たことがあるんですねで全部ねセミナーのこと忘れてるんですけれどたった一つだけ覚えてることがあるんですディボーションを一言で言うと皆さんだったらどう答えますか イエス様とのデートですって言われたんです。えー、イエス様とのデート。ね皆さんなら、デートするんなら、どんな人がいいですかちょっと考えてみてください。強い人が好きですかとっても優しい人が好きですか強い人の優しい人のどっちも嫌ですかダメな人がいいという人もいますからね。 強い人、優しい人、どっちもいいんですよ。ねじゃあ、王様のように権威のある人と、しもべのように必要の一切に仕えてくれる人。王様がいい人、しもべがいい人、どっちもいいや。<laughs> どっちもなんです、答え。今日のメッセージの中心はね、ルールに厳しい人。 まあ、立法、法律にね、厳しくって、絶対間違い許さないぞっていう人と、間違った時にはものすごく許してくれて、まあ、あまりあるあるようなね、こう、慰めを与えてくださいと。どっちがいいですかまあ、三つ続いたら分かりますよね。どっちもなんです。立法嫌いやすいんですけども、考えてみてください。隣にね、彼が運転してて、ずーっとね、気持ちよく乗って、 あ、今、信号赤だったじゃない。いいよ、いいよ、って。ずっと取って、あ、今の人の袖に触れたよ。大丈夫、一人目だから。なんていう人と一緒にデートしたいですかね立法も大切。でもそれを許してあまりある。その方もとっても大切。今日はね、この両方どっちも大切。このイエス様とのね、深い交わりを共にしていきたいと思います。 今日は三つのポイントで言いますね。一つ目が、えー、今日の聖書の歌詞の見言葉でちょっとこだわるのは、あなたっていう言葉が強く言われています。そして、二番目のポイントは、指で。で、三番目は、私たちのデートの相手のイエス様は、どういう方なのか。で、最終的にまとめとして、ある兄弟がね、祈ってくださっているその祈りの言葉から、こう、イエス様とのデートの深さをね、一緒に味わいたいと思います。 まず最初に罠。ね。あの、気象点結の木って、まあ、レジュメのところにも書いてあったりしますけども、あの、今日のこの聖書の箇所。ね、章をまたいでます。でもそのところにね、こうやってカッコ書きになってですね、出だしのところと後のところ。あの、初期の頃の写本,写本の中には、この記事が書かれてないんです。だから後で付け加えられた。まあ、いろんなここのところに議論あるんですけども、 歴史的にね、これは事実だ。そして聖書の中に付け加えないと、もうこのところの記事逃してはもったいない。そういうようなね、すごく中心的な箇所なんです。ね、味わっていきます。7章の53節そして人々はおのの家に帰っていった。ここでね、しかしって言葉が入るんです。8章の1節イエスはオリブ山に行かれた。 ね。祭りがあって7日目だったんです。で、みんなはお家に帰りました。イエス様は山に帰ったんです。山で過ごされて翌日山から来た。だからイエス様が枕もするところがないような中で、宮に毎日来ていたっていうことなんです。そして、うん、2節ですね。朝早くまた宮に入られると、人々が皆、身元に集まってきたので、 イエスは座って彼らを教えておられた。今日ね、水曜の祈祷会で皆さんここに座ってるでしょねどうしてここに座るんですかなんでかと毎週ここでやってるから。です。蒼天祈祷会は、以前はね、皆さんの左の後ろでやっていました。今は右の後ろの部屋でやりますよね。この間、新祖祈祷会は、新祖蒼天は真後ろの方でやり だからイエス様が宮に入って教えられるところは大体決まって、みんな集まる人もそこのところに来たんです。今私立ってるけどイエス様はいつも座って、目線を同じくして、まあ当時のこのラビのね、教えるスタイルなんですけど、同じ目線で語っていたんです。そこのところに事件が起きます。8章三節すると立法学者たちやパリサイ人たちが 会員をしている時に捕まえられた女を引っ張ってきて、中に立たせた上、イエスに行った、ね。状況に考えてみてください。イエス様がいて周りに群衆がいる。座っている。そこのところにドカ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 って立ってやってきた人たちが、立法学者とパリサイ人そこで言った。先生、この女は会員の場で捕まえられました。 モーセの立法ではこういう女を石で撃ち殺せと命じましたが、あなたはどう思いますかものすごくこのところにね、あなたはどう思いますかあなたはっていう感じで強めで、もうね、喧嘩をして勝ちに来てるんですね。ねここのところでね、立法学者は知ってなきゃいけない。まあ、立法の専門家ですから、ルールがあるわけです。 裁判を起こすときには、二人か三人の証人を連れてくる。ね。そして、イエス様に問いかけてるのは、会員の現場でね、もし捕まえられたら、その人たちは、石打ちでしょイエス様、どうしてくれるんですかっていう、喧嘩を吹っかけてきてるような、立法の論争をしてきてるわけですね。皆さんならどう思いますか ねえ女性の方特に。喧嘩両成敗なんて子供でも言葉知ってるかもしれない。喧嘩するね、少なくとも2人いるでしょ会員の現場で連れられて、女だけが連れられてきて、ね。少なくとも2人。片手落ちな裁判を追っかけてきてる。でも罪は実際にはね、罪ですから、やっぱり裁かれる必要があるっていうのは、 ここの論なんです。そして八章の六節。彼らがそう言ったのはイエスを試して訴える口実を得るためであった。もうここでね、はっきりと罠っていうのがわかるんです。罠です。ね、巧妙に仕組んできてるんですね。で、私たちがね、物事判断するときに、もう子供のときなんか特にそうですよね。ええもんか悪もんか。 このことがわかりますかね関西弁になっちゃいますけど。いい人か、悪い人か。ウルトラマン見たら、ウルトラマンいい人ですよね。ウルトラのこのね、隊員たちもそうです。だけど、怪獣やってきたらどうですか悪者でしょはっきり分かれてる。見た子もんでもそうじゃないですか。ねえ。商人のね、娘さんがなんか、こう、悪い目にはめられる。いい人じゃないですか。スケさん、カクさん。 いい人じゃないですか。水戸黄門。はっきり分かれてます。越後屋よとかね。お代官様、悪役ですよ。私たちがここで見るときに、ねイエス様がここで何て言うのか。石打ちに命じろっ,言ったらイエス様、えらいひどい人やなって思います。でも、許してやりなさいって言ったら、いい人やなと思います。ただ、ここで裁判が起きてるのは、立法の裁判なんです。 だから、モーセの立法に従ってるかどうかなので、私たちの頭の中とちょっと違うんですね。石を命じるって言ったら、石を打って、そして死刑にするって言ったら、立法としては正しいんです。じゃあ、やめとけって、あれみをかけて愛情をかけたら、立法違反なんです。でもう一つ深いところを言っていくと、ね、うん、この、 立法にしたかったら群衆の支持というのはなくなってきますよねさらにもう一つ先というのは石うち石打ち命じた場合に立法には守ってるでも死刑宣告をするわけですから当時のローマの法律に違反するんですどういうことかというとユダヤではその頃、ね、死刑を命じることができなかった だからイエス様はもし死刑だって言ったときには、ローマの支配国、支配者の国の法律に違反するので、引き渡されるっていう可能性がある。じゃあ、愛を持ってね、許しようって言ったら、立法違反です。どっちに行っても、立法に違反するのか、ローマの法律に違反するのか。でまして、この中で民衆の支持を失うのか、もう一つこの、 哀れみをかけて、許してやれって言ったときには、立法に違反するので、メシアじゃないよ。キリストじゃないよ。旧約聖書に予言されてた救い主じゃないんだ。だからどっちに行っても、立法では負けになる。民衆の感情であり、メシアだっていうそのことによっても,どっもどっ、どっちも負けなんです。どっちが勝ちどっちも負けなんです。これが罠の本質。 私たちが思ってるいいか悪いかじゃなくて、そのぐらいやっぱり立法学者がね、この罠の中で仕掛けてきて、口実を見つけよう。だから、あなたは、あなたはどう思うんですかっていう罠なんです。じゃあ二つ目のポイント、指でなんです。イエス様がね、この後登場します。これがわかるとね、イエス様ね、かっこいいなと思いますよね。読んでいきます。 しかしイエスは身をかがめて指で地面に何か書いておられた。強調点は指でです。何書いてたんでしょうね。よくね、この何を書いてたのかっていうのが議論になります。でね、何書いてたか書いてないんですよ。だから読む人によって何書いてたか異なってくる。ね。 目の前にね、あの、プロジェクターやってくださってる人は、スマイルのね、あれが大好きです。だからイエス様ね、丸描いて、目描いて大きな口でね、にっこり笑ってるような絵描いたんじゃないか。子供だったらヘのヘのへのへのモヘジかもしれません。工場協会のメンバーだったらイエス様ね、今は恵みの時、救いの日なんだから、立法学者さんや、この恵みを切れなさい。そう思うかもしれない。 罪の指摘が大好きな。私のようなね、パリパリな聖書を学ぶ人にとっては、間違ってんぞ、間違ってんぞ、間違ってんぞ。ね、立法学者の罪を書いてた。なんていう人もいます。でも、聖書には書いてないんです。だから、あんまりこの辺のところで探らない。ただ、書いてあるのは、指で、このイエス様が何か書いてたんです。イエス様が指で書いていた。もう一度読みますね。 イエスは身をかがめて指で地面に何か書いておられた。何書いてたかよりも、誰が書いてたのかっていうのが問題なんです。誰が書いてたんですかそうですよ。イエス様ですよ。でも、立法学者、パリサイ人にとっては、この人はイエス様だ、ね。名前はイエス様。だけど、キリストじゃないよ。メシアじゃないよ。っていう否定をしてた。どうしてここのところをね、どうやって見るのかって言ったら、 聖書を読むときの原則があるんですね。だから指でって書いてあって、この指、じゃあ他のところで何て書いてあるのっていうところなんです。出エジプト記のね、31章っていうところをちょっと開きます。旧約聖書の121ページですね。旧約聖書の121ページの出エジプト記19章の ごめんなさい。31章の18節です。違うところを開けてました。121ページ。出世熟ときの31章の18説。工学だったのはあの上の方の真ん中ぐらいになります。お読みします。主はシュナイザンでモーセに語り終えられたとき、証の板2枚、すなわち神が指を持って書かれた石の板をモーセに授けられた。ね。 皆さんどう思いますか旧約聖書の中で神様が立法を指で書いたところがあるんです。立法の数知ってる人 ?613 数えたことないですよ、ね。学者さんから聞きました。ある口の悪い人は、ね、立法613無意味だなんて言うだ,だけどすごく意味があるから無意味ではないんですね。でも613のうちの603は ーセを落として人の手で書かれています。ね、613から603引くと10ですよね。残りの10は誰が書いたか。神が指で書いたんです。だからここのところで、立法学者たちが、パリサイ人が論争をかけてきたときに、ね、イエス様は態度で。 特に立法にきちんと聖書に精通している人に分かる形で自分が誰かを示していたんです。坂本九が歌いますよね。幸せなら手を叩こう。幸せなら手を叩こうね。態度で示そうよ。イエス様はまさにご自分が立法を書いた神ご自身なんだ。で、論争してかけてくる人は、 立法を作って書いた人に対して「ちょっと立法学んでんだ俺ら知ってんだ」って言って論争をふっかけてきているそういう戦いなんですねバトルはこれがイエス様が地面で何か書いていたってところなんですじゃあ8章の7節でも彼らはね諦めない問い続けるんですよしつこい人好きですか しつこい。彼らが問い続けるのでイエスは見起こして彼らに言われた。あなた方の中で罪のない者が、まずこの女に石を投げつけるがよい。ねえ、あなた方の中で罪のない者が石を投げたらいいよ。先ほど言いました。このね、立法学者たちは、もう立法のことすごく知ってるから、訴えに来るときにちゃんとね、証人を連れてくるんです。 先ほど言いました、二人か三人。で、罪がある人たちに、こういう、ね、聖書の箇所があるんです。ここは開かなくて結構ですのでね、二人の証人、または三人の証人の証言によって、殺すべきものを殺さなければならない。ね、これ立法です。ただ一人の証人の証言によって、殺してはならない。そのようなものを殺すには、証人がまず手を下し、それから民が皆、 手を下さなければならない。順番としては、証人が手を下すん。でも、この証人が同じような罪を持ってませんかいう会員の気持ち持ってませんか心の中で持ってませんか手がクリーンな人だけが、そのことをできる。その時に、やっぱり立法に精通している人たちだったから、これは立ち打ちできないっていことで帰った。 ね、今論争しているのは立法だっていうことこを教えます立法の中でも論争し合っているのはこの10階のとこ神様は指で書いたんですそれをイエス様が態度で示しながらどっちに行ってもイエス様の負けでもイエス様はどっちかを選んだんじゃなくてそれを超える答えを出して彼らを狩りさせた これがね、イエス様の本当に魅力の中の魅力なんですね。その後どうなんだろうか。イエス様の本当の本質はどこにあるのかというと、八章の旧説。これを聞くと彼らは年寄りから始めて一人一人出て行き、ついにイエスだけが、イエスだけになり、女は中にいたまま残された。証人はどこに来ましたか 訴える人たち、証人を立てて訴えるもう証人がいなくなったわけです裁判成立しなくなりましたそこでイエスは身を起こして女に言われた女よみんなはどこにいるかあなたを罰する者はなかったのか証人がいないっていうことは告訴は取り下げです裁判がなくなりました女は言った主よ誰もございませんイエスは言われた 私もあなたを罰しなさい。罰しない。お帰りなさい。今後はもう罪を犯さないように。もう一度言います。私もあなたを罰しない。お帰りなさい。今後はもう罰罪を犯さないように。私たちのメッシャー、キリストの本質は、デートの相手はね、ね このパリサイ人や立法学者に対しても、悔い改めの機会をやっぱりね、与えてくださったんだと思うんです。やっぱり神様のもとに帰ってきてほしい。自分に対して挑んでくる者に対して、愛の手を差し伸べたんですね。そして彼らの手順、ね、男と女が会員なのに片手落ち。でもそれでやってきた。そしてまして、女を訴えるんじゃなくて、その背後にいる。 イエス様に論争を仕掛けてきているんです。そして、ここのところでね、10回、ここのところのね、論争なんですで。ここ以外の聖書の箇所っていうのは、あの、立法学者やパリサイ人とサドカイル人がイエス様に論争してくるのは、ほとんどが先祖からの言い伝え。だから、イエス様が、神様が書き記した立法、教えた立法から外れていったところの、 伝説、言い伝え、不伝立法とも言うんですね。だから、例えば、十回を考えてみたら、ね、とってもシンプルなんですよね。あなたは私の他に他の神々があってはならない。ね、これが一つ目ですで。二つ目は、あなたは自分のために偶像を作っちゃダメだよ。三番目は、私の名をりに唱えてもならない。神様と、 作られたものの違いがある。ね。清い方と罪のあるものの違いがある。じゃあ4番目。安息日を覚えてこれを聖なる人しなさい。一言で言うとね、休みなさいって言うんです。皆さん休んでますか振り立てに振られますよね。これね、10回与えられた時って、エジプトから出てきた後なんです。エジプトで彼らどうでしたかねえ。 コマーシャルでね、25時間働けますかなんて、ね、ビジネスマン頑張るぞ頑張らさせられてたんです。昼も夜もレンガを積み上げて、奴隷として。だから、昼も夜も訴えられて、ちゃんとできてんのか、働けてるのか、うまくいってんのか。でもそこから抜けてきて、ね、奴隷から抜けて、休みなさい。 自由にされたんだよ。休みなさい。これが一番の中心なんです。でも、安息日の立法の周りに1500とかね、いっぱいいろんなルールを作ったっていうのは区伝ルそこのところで論争があるんです。でもここは一番中心の。そしてね、女に対しても、イエス様はとっても優しい。許しと罪を犯さないように。 ね、じゃあイエス様はもう一度ねどんな方か立法を作った人です、ね、そして作った方であるのにもかかわらず人となって立法の裁きの下には私たちと同じように来てください、ね、で女にねこういうことを言ってますよね、うん「おかえりなさい」 今後はもう罪を犯さないように。ねこの当時はやっぱり立法に従って、それに従っていきなさいというふうに取れます。じゃあ私たちにとってはどうなんでしょう立法に戻るんですか、うん、立法に戻るんじゃなくて、立法を書いた方に戻るんです。立法を指で書いた方のところに行って、足らないところも全部、 ね立法を指が書いた方は守れると思ってるでしょうか殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない。あなたの隣人に対して、ね知ってる情報の違うデータを流しちゃダメだよ。ねあなたの隣の家を貪っちゃダメだ。あの人いいな、とか、もうす、ん、でにアウトですよね。そのことを全部ご存知の上で、罪の身代わりになって十字架にかかってください。 これがイエス様なんです。ね。メシアは立法の作者であり、立法のもとに人間となってくださった。そればかりか、今イエス様どこにいますか天におられるんですよね。天で何してんですかおりなしをしてくださってるんです。ね。でこれね、立法の中ではどういうことかって言ったら、ね。 立法だと、立法っていうか裁判所でね、訴える人がいるでしょ弁護士がいるでしょまあ私が訴えられる人だとしたら、訴える人がいる。訴えられる。で、弁護士もいるわけです。裁判官もいる。イエス様が今、天にいて私たちのために取りなしをするっていうのは、弁護士を持っているんです、私たち。罪を犯した時でもこの方に行ったら、ね、弁護してください。全部罪を拭ってくださって、 私が責任を受けたんだ。絶対に負けることのない弁護士を私たちは持ってる。だから何やってもいいってことではないですよ。ね神様の御心にだからもっともっと寄り添っていきたい。最強の弁護士を持ち、もう一つは、目白力の世界に行くと、イエス様は王として来られてジャッジもしてくい。私たちイエス様を信じている者にとっては、罪が全部許されて、ねえ、 裁きっていうのは、報酬の裁きなんです。いやー、この難しいあのね、杉咲っていう人のね、話もよくね、聞いてくれた。隣人のためによく祈ってくれた。ね。尊い報酬をしてくださった。今も陰でね、受付をしてくださる方、電話当番してくださる方、見えないところでも報酬をしてくださっています。ね。そして先ほど言いましたけどね、 安息日を覚えてこれを聖なる指導しなさい。ねエジプトにいた時には、私たちを訴える。まあ私たちってね、エジプトにいたユダヤ人たちを訴えられてた。昼間よりも働け、働け。で、これ私たちの生活の中に落とし込むとどういうことなのかなね私たちの心の中に誰がいるのかな 昼も夜も訴える人っていうのはね、目視録の中でサタンのことを言うんです。私たちを訴えて、訴えて、訴えて、衰弱させていくような。じゃあ逆に私たちがもう一つ別のね、この心の中にいるとしたら、俺が,俺,が俺が、俺が、俺がっていうセルフ、自分中心っていうのも言いますよね。うん、この講談に立つ前にね、ある姉妹が言ってくれました。 注意しなきゃいけない方針がありますよね。教えてくよく知ってる。でね、やっぱ人前に立つ人は、俺の栄光、どんなに立派な誘惑がありますよ、やっぱりね。自分に注目が欲しいっていうような方針がしたくなる。祈りでもそうですよ、って言われます。見栄えのいい祈りをして、ああ、祈りすごいね、言われたい。証はどうでしょうか どんなに素晴らしい私があってすり替えてしまいます。もちろん賛美の方針もそうです。本当に減り下ってイエス様とのデートを楽しんで私たちの心に誰を置いていくのか。それはとっても大切なことです。特に今私もね、何々兄弟、先週もそうでした。講談の上で信徒の方々がメッセージをします。来月になると女性もね、礼拝の司会をします。 ぜひね、そのために祈ってください。そして私たちが本当に心の中の中心に、どなたとデートするのか。ある兄弟のお話をします。あの、承諾を取ってね、のお話しさせてもらいます。とっても、まあ、勉強熱心。非常にこう、あの、勉強にね、強いられるような家庭でそお父さんお母さん仲が悪い。 家の中でね、ミサイルと爆弾があるような、そういう状態の中で安心なく、安心感がなく育ちました。で、100点なんてないやん。とって当たり前だ。じゃあ、喜ぶときいつあるのないですよ。100点取るのは当たり前。99点だったら叱られる。とっても当たり前。成績は良かった。スポーツもできた。ね。友達がいないわけでもない。 でも何か喜びがない。学校に行きたくないなって思う日が多々あったっ。大きくなってきて成人した頃に心に宿題を抱えるようになります。入院をせざるを得なくなって入院をし、そうやってもうね、一番になれ、一番になれっていう声が響いてきて、もう生きる価値がない。絶望だったって言います。でもその時に、 イエス様の元に彼は連れれてこられたんですね。誰が連れてきたのかわからない。この勘違を犯した女も決して喜ばしい状況で捕まえられたんではないけど、イエス様のもとに連れられてきたんです。私たちもかつてはそうですね。彼がイエス様のもとに来てイエス様を信じることになります。大きな罪を犯して、工場局下に来ることになったんですね。 どん底の中でニコニコ量の生活をし、死にたい、死にたいと思ってた。そうやってね、つぶやきながら教会に来て、礼拝のメッセージを聞くと、帰りはね、行きたい、行きたい、行きたいと思って帰られていった。本当にね、電話で話をする中でよくそういう話をしてくれる。で話をしていくと、 神様の恵みがだんだん注がれていって喋ってるうちにものすごく恵みに満ちてくるのがわかるんですね。で、彼がね、うん、教会にしてやっぱり許された。イエス様が私もあなたを罰しない。あなたの罪は許された。たとえね、嫌な相手がいて許せないって言っても、それでいい。 許せない自分は許されてる。そういうところを通ったんですね。で、今彼がね、二つのことを祈る。心の中でもね、両親とか、ふわーってね、怒りがこみ上げてくるとか。でもその時に彼が必ず祈るのは、主よは許します。宣言するんです。主は許します。で、もう一つは、主よ相手のその私を痛めつけた人に、祝福を与えてください。祝福の祈りを祈る。 それはね、すごいなと思います。うん、許しますっていうね、宣言のようにするでしょで、この女がイエス様に、今後はもう罪を犯さないように、と言われます。立法に変えるんじゃなくて、私たちにとっては立法を書いたイエス様に戻ります。ね。 主を許しますって言ったときに、それは神様の御心だから、真理と一つになっているんですね。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にする。これは本当に自由にされている。それを見ることができるんです。ね。イエス様が近づいているあなたを罰したいってときは、イエス様が人となって私たちに近づいてくれますでも私たちが主を許しますってときに、私たちは真理と一つになって イエス様と一つになっていくんです。その時に私たちは心が軽くなり、回復されていくす。さらに彼は自分に対してね、過去いろんなことをされたこと、その人たちに怒りがこみ上げるときに、主よ彼らを祝福してください。祝福の祈りをする。祝福してください。それはね、その関係から放たれて、神様ご自身がその人を扱う。 そればかりか、祝福してくださいっていう自分が祝福されていく。まさにね、神の御言葉が彼のうちに生き生きとし、そしてイエス様の言葉が生き生きとし、精霊に満たされているのは本当に分かってくるんです。ローマ人への手紙の中でね、こういう言葉があります。12章14説、開けなくて結構です。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。 あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福して呪ってはならない。イエス様も十字架の上で自分を呪って振る者に対して、父よ彼らをお許しくださいって言われた。ステパナはどうでしょうか一周ちですよ。まさに一周ちをしてくる彼らに対して、精霊に満たされている、ね。 神の栄光を見つつ、イエス様が天の、父の右におられるのが見える。そして、この罪を彼らに許せあの、負わせないでください。彼らのために祝福を祈っていく。まさに、救いが来ただけじゃなくて、イエス様と繋がって、イエス様と一つになるじゃなくて、イエス様の本当に、 愛が満ち満ちてくる。そして彼にね、あの、ああの、お証使わせてもらうね。って言ったら彼がこう言ったんですね。神の栄光のためにお役に立てるのはとっても嬉しい。このことが神様の栄光につながるんです。それは普段から祝福してくださいで祈る。その祈りによって彼自身も祝福される。神の栄光に満ち満ちた愛みをされている。 その病院からね、出ることができなかった状態の彼が働けるようになって。そして、親からも離れてアパートを借り、仕事をしてますね。で、どうして退院できたのったら、やっぱり許されてる。そして、許しを受け取るばかりか、許しを宣言し、祝福の祈りをしてきた。 それだけの違いかもしれない。入院してたみんなはとってもいい人たちだった。でも、自分ともう一人の子は、キリストに捕らえられて、そして、病院にいなくてもいい。でね、将来なりたいものは、カウンセラーになりたい。そしてね、牧師になりたいで。でも、実際話していて、私自身が彼に墓会されている。 本当に精霊に満たされ、イエス様の愛に満たされて、イエス様の,とのデートを深く楽しんで。最近になって彼はね、実は、教会でもね、あの、礼拝し、礼拝出席のね、停止処分を受けてたんだ、ということを言います。で、その停止処分になっていた教会に、 訪れたそうです。でもその時に牧師婦人が言ったのは、多く許されたものは多く愛するんだ。多く許された。だから多く愛されるんだ。それは本当にイエス様と関係が確かになる。で、キリストの本当に喜びは満ち満ちているんだ。というのは、受け取ることができるんですね。 私たちも同じじゃないでしょうか。許しを受け取り、許しを宣言し、私たちも真理に近づき、真理が私たちの中に充満し、そしてイエス様が私たちの心に満ちる。こんな意味をさらにしてまいりたいと思います。お祈りします。愛する天皇と様、ありがとうございます。私もあなたを罰しなさい。 お帰りなさい。今後はもう罪を犯さないように。天皇お父様、イエス様を通し私たちは許しを受け取り、また、真理と一つになり、自由にされていることを心からありがとうございます。そればかりか本当にイエス様とのデートの時間を楽しみ、イエス様が私たちの心に満ち、御霊も私たちのうちに満ちてくださることを心から信じて感謝します。 栄光から栄光へ、ますます主と同じ姿に変えられることを心から信じます。道徳キエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。引き続き祈ってまいりましょう。キネレッドのチームが参与してくださいます。ニコとギターの調べに合わせながら主とのデートの時間を楽しんでまいりましょう。